カレシピのコーナーです。教えてくださるのは料理研究家の西ひろみさんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。さあ、今日教えていただくお料理はこちらです。カレー風味の麻婆茄子。うわ、カレー風味ってもうこのこれだけで食欲が出てきそうですね。なんか子どもたちもカレー味にするといろんな野菜も食べてくれるので、今日はですね、はい、茄子の中華定番のあの麻婆茄子、これをカレー味に仕上げたいと思います。で、ね、麻婆茄子のレシピってだいたい茄子を素揚げするっていうところから入るんですけれども、それだけでほらハードルが高くなって、暑いのに揚げ物って、この暑い夏に揚げ物はちょっとって思いますよね。だから今日はね、揚げない麻婆茄子を簡単に作りたいと思います。カレー味で食欲ももりもり出ます。白いご飯に合う、そんな麻婆豆腐です。はい、それでは材料紹介します。麻婆茄子です。あ、麻婆、そうです、麻婆茄子です。材料紹介しましょう。こちらです、材料2人分です。まず豚ひき肉 200g、 茄子2本、ピーマン2個、生姜ニンニクそれぞれ1かけ、炒め油大さじ2、そして合わせ調味料が地酒、濃い口醤油、味噌、オイスターソースそれぞれ大さじ1、カレー粉小さじ1、水 100cc、 そして水溶き片栗粉、お好みでご準備ください。はい、ちょっと調味料が多い気もするんですけれども、家庭の冷蔵庫にあるもので作りたいなと思います。はい、さあ作っていきます。まず野菜を切っていきますよ。茄子2本分、それからピーマン2個分ですね。今日は赤ピーマンがあったので、あの緑と赤と1個ずつ入れたいと思います。もう夏野菜の代表ですね。そうなんです、色もね、なんか元気が出ますよね。はい、乱切りにしておいてください。茄子大きめの乱切りの方が食べ応えがあると思います。はい、そして、生姜とニンニクはみじん切りです。今新生姜が出ているのでね、皮ごと美味しく食べたいと思います。はい、よく1かけ分ってどれぐらいですかってあるんですけれども、確かに迷う時があります。そう、もうあのニンニクは1かけ分かるじゃないですか。ニンニクは1つ分ですよね。あの生姜はね、ちょっとそれより倍ぐらいの量かな。うん、まあ好みですね。あ、まあ、要は好きなだけということですね。生姜いっぱい取りたいですものね。はいはい、さあ、茄子をまずね、最初に炒めていきます。揚げるのではなくて炒めていきたい。炒める、そうです。うん、多めの油を熱してもらってフライパンで炒めていきますね。はい、その前に、ごめんなさい、揚げなくていいというだけでももうちょっと気持ちが楽になりますね。さあ、あの茄子炒めながら、ごめんなさい、調味料合わせていきたいと思います。はい、忘れてました。はい、100cc の水にもうね、調味料全部入れていきたいと思います。はい、全部大さじ1でしたよね。そう、もう大さじ1にしてしまいました。もうあの覚えやすくてありがたいです。地酒です。なければみりん と、料理酒合わせてください。それから濃い口醤油。はい、味噌が入ります。うん、麦味噌ですね。味噌が入ることでコクが出ます。あ、いいですね。ここでよく混ぜておきます。で、これが調味料が家庭にあるかなと思うんですけれども、うん、オイスターソース、牡蠣のエキスが入っているソースなんですけれども、なければお砂糖と、そうですね、ちょっと中華だしの素を少し入れてもらうといいかなと思います。結構困った時にオイスターソースって役に立ちますよね。そう、焼きそばに入れても美味しいですね。炒め物にはいいですよ。それからカレー粉小さじ1杯分入ります。これは好みと、あと子どもたち の年齢にも応じて調整してください。はい、でもカレー粉小さじ1だけでもこの香りがふわっと引き立ちますもんね。そうなんです。さあ、茄子炒まってきたので、トロトロになってきたら取り出しておきます。これで一旦取り出しておくのがポイントですね。はい、あの後で一緒にピーマンと炒めてしまうととろみがつかないので、先に炒めておくことが大事です。はい、豚のミンチ入ります。はい、200g、 1人 100g です。うん、これはもうね、うまみが出ますもんね。一緒にね、もう生姜とニンニクも炒めちゃいます。はい、それぞれ1かけ分ですね。あのみじん切りが面倒くさければチューブのニンニク生姜でもいいですよ。チューブもまた便利ですもんね。はい、冷蔵庫に入ってますよね。あります。さあ、ここで豚肉に火が通るまで炒めます。はい、また旨味の油がね、じゅわっと出ますもんね。ここでちょっと火が通らないんですけれども、火が通ったら先ほどの合わせ調味料を加えて、先に肉に味をつけておきます。はい、ちょっと時間がないので先に入れちゃいますね。はい、もう少し色をつけて、あの生姜とニンニクの香りが立つまで炒めてくださいね。うんうんうん、ここでね、肉にしっかりと味をつけます。はい、まずはお肉に味をつけてから野菜を炒めます。
で先ほどのナスを戻して、はい、ピーマンを加えて、うん、炒めていきます。はい、わあ、彩りがやっぱりやっぱり赤いピーマン入ると綺麗ですね。綺麗ですね。あとピーマンが柔らかくなってきたら水溶き片栗粉でとろみをつけたら出来上がりです。とろみも好みで調整してください。出来上がりがこちらです。